今日は相田さんのところのお庭で音楽を聴こうということで、計画をしました。たくさんお見えになりまして本当にありがとうございます。まあ、年々お越しになる方が増えまして、県外からもたくさんの方がお見えになるようになりました。これからも庭主さんとともに観光協会も交流人口を増やしていきたいということで、いろんな方に高千穂をお出ましをいただけたらなと思っております。